お疲れ様です。パーソナリティのカノンです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、日本の新幹線が海外で話題に。ポーランド人が腰を抜かした新幹線の特徴とは？お送りします。日本の新幹線やるじゃん。と思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッと押してください。ある在日ポーランド人が撮影、制作した映像が海外で大きな話題となりました。映像は東京大阪間を新幹線で移動する様子が収められており、実際に乗車して驚いた内容として以下を取り上げています。東京駅はとても巨大で、JR だけでも計19ものプラットフォームがある。日本では新幹線の運転手になることは夢であり大きな誇りである。試験を受けるだけでも最低7年間在来線での運転経験が必要。新幹線の車両は16両あり、一度に多くの乗客を輸送することが可能。東京大阪間は世界一列車の本数が多い区間である。毎時間多くの車両が発車しているため、乗り損ねたとしても、すぐに次の電車が来る。座席は広く、折りたたみ式のテーブル、ハンガー、ブラインドが備えられているため、すこぶる快適に移動できる。ショッキングなことに、新幹線の発車は定刻通りであった。日本では、電車が2分遅れると、新幹線では1分で遅延とされる。また、遅延した場合、乗客は、遅延証明書を受け取ることができる。新幹線を利用した際には、ぜひ駅弁を買うべし。新幹線は、日本の他の地下鉄や在来線と同じように、とても早く、効率的で、時間に正確である。規則正しく物事が行われているので、距離が離れた都市であっても、通勤手段として、日常的に安心して利用することができる。東京大阪間のチケット代は1万円から1万4000円の間。指定席かどうかなどで値段は変動する。外国人は JR パス約300ドルを買えば新幹線を含む JR 線が乗り放題となる。日本では電車よりも車での旅の方が時間もお金もかかり疲れることになる。富裕層であっても車の代わりに鉄道を利用する人が多い。駅構内などあらゆる場所に新幹線の写真やポスターなどがあり、日本人にとって大きな誇り、そして宝であることが伺える。1960年代に作られた世界初の高速鉄道なのだから、それも当然である。新幹線はおよそ320キロの速度で走行することが可能で、約300キロ離れた東京と大阪を3時間ほどで結ぶことができる。途中停車が相対的に多い光に乗車していたが、主要駅にのみ停車する最速ののぞみも走行している。現在世界最速の鉄道はフランスの TGV で、新幹線ではなくなってしまったが、日本は時速約500キロで走行するリニアマグレブを投入する予定でいる。動画の投稿者の方は、自分はそれほど鉄道マニアというわけではないが、実際に新幹線に乗ってみて、本当に感銘を受けたと話しています。日本の新幹線に衝撃を受けたのはポーランドだけではありません。その高いクオリティは、世界中に知れ渡ることになり、うちの国にも新幹線が欲しい。ぜひ作ってくれ。という国もかなり増えてきました。もちろん、高速鉄道の建設、輸出受注には、競争となるライバルはいます。新幹線輸出では、最近は、特に、日本と中国の競争が加速していますね。コストやスピード感を武器にする中国に対して、日本は、安全性や正確性、性能の高さを武器にした日本式で勝負。中国は、インドネシアで、高速鉄道受注を日本から勝ち取りました。日本が新幹線方式で開発する予定で、調査や事業計画も済ませた段階で、
同等の設計案で低コスト案を提案したため、インドネシアは中国に委託することを決めたのです。しかし、起工式から1年以上経った今、現実として工事は遅れを見せており、2019年の稼働を計画していたものの、未だ完成には至っていません。その要因としては、インドネシアの経済発展による地価の高騰を中国が予測できなかったことなどが挙げられますが、そもそも鉄道のクオリティよりも受注することのみに全力を注いでいる国ですから、うまくいかないのは当然でしょう。主に低コストを武器としている中国に対して、日本は安全性や正確性、性能の高さを武器にした日本式で新幹線輸出拡大を目指しています。結果、タイのチェンマイ、バンコク間から、バンコク、マレーシア間、そしてマレーシア、シンガポール間で、新幹線の採用が計画されており、インドでも、新幹線の採用が決定。また、アジアのみならず、米国内や英国など欧州内でも、鉄道受注は増加しています。その背景には、やはり、日本式の評価の高まりがあるのでしょう。中国が、自分で自分の首を絞めているというのもありますが、さすがは日本ブランドですね。海外の反応。実際の新幹線の映像を見たポーランドの方々から様々な反応が寄せられていたので、その一部を紹介します。僕も乗ったけど、ずっと乗ってたかったよ。これがポーランドに走ったらどんなにいいか。日本じゃ2分遅れただけで問題になるのか。こっちじゃ2時間遅れでようやく問題になるのに。おばあちゃんが券売機でチケット買ってるぞ。こっちの人は路面電車の扉のボタンすら押せないのに。日本より50年くらい遅れてますわ。フランスの TGV が世界最高時速の記録を持ってるけど、日常における走行速度ではないんだよね。通常運行なら、やっぱり、新幹線に分があるだろうと思う。さすが先進国だよな。なんで、こっちの政治家は、100キロも出ない電車に固執するのか。なんか、もう、こっちとは真逆だよな。悲しいかな、ポーランドじゃ電車が遅れるのは当たり前のことだ。お前ら、そんな文句ばかり言うなって。ポーランドにだって、すぐに高速鉄道が作られるさ。ほんの300年もすれば。日本と比べると、私の国が情けなくなってくる。まあ、100年後にはこっちにも走ってるかもしれないけどね、母。異常なまでの時間の正確さだな。ポーランドだったら21時間遅れとかあるからね。何も言えない。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、私たちが日々当たり前のように利用している新幹線は、海外から見るととんでもなくレベルの高い次世代の鉄道のようですね。昨今、お隣さんや中国と鉄道技術の受注を競ったりしていますが、やはりまだまだ日本の技術と安全性は世界随一だなと思います。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。